マルピ注目夏の王者日本航空ジェラマイア。豪快なダンクを決めるなど両チーム最多38得点の活躍を見せるも、接戦の末茨城土浦日大に敗戦。夏冬二冠とはならなかった。ネクストイヤーウィンターカップ戻ってきたいですか？はい、あと1年あると、もっともっと練習もっと頑張れと